やるめー。みんな、コーヒーめー、待機ありがとう。むちゃすぐらしやすぽるぽにいる。めー、あれぐらでぼるべるあべろすきらとでーす。今日は、書道。ね、年の初めの一番最初の書道のことを、書き初めと言います。あれ？あ、出た出た。書き初め。で、カリグラフや。今日はそれをみんなと一緒にやっていきたいと思います。そして、書いてほしい言葉のリクエストを受け付けます。カラオケの時と一緒で、大文字のオーダーをつけて、大文字のオーダーをつけてリクエストしてください。では挨拶していきます。イサークソラサールコーヒメ、チェマコーヒメ、アレハンドロコーヒメ、キド様コーヒメ、ダニエルノバコーヒメ、ラストコーヒメ、ラストムチョグスト、ルカス・ジェメス・コーヒメ、ゴマモン・コーヒメ、サーデ・ラス・グラフィカス・コーヒメ、コガネさん・コーヒメ、ビエンベニード、みんな来てくれてありがとう。アーミス・モデラドーレス・グラシアス・ポクス・クープロシオン、今日もよろしくお願いします。イサーク・グラシアス・パラケ・クララ・エスクリバ・ラ・プラ・パラブラ・ケ・キエラ・プリメロ・エスクリバ・オーダー・イラ・パラブラ。ムチャス・グラシアス。そう、オーダーって書いてもらったやつは、こっちで管理ができるようになるので、その、オルデンじゃなくて、オルデンじゃなくて、オーダーでお願いします。ごめんなさい、お水飲みます。エザーレイバンコーヒメビエンベニーダー。リップがもうない。困った。リップないと唇カピカピになっちゃうよ。ではでは、早速書いていこうと思います。私の今年の抱負。アルベリタコーヒメビエンベニーダー。あ、そしてあれが、あ、大丈夫か、消えてないか。三角帽子。これの背景。しっかり出して、で、これ、あと上にしようか。ここにしようか。太すぎた。このぐらいかな？あれ？出ない。あ、白だった。黒にしなきゃ。黒にしなきゃ。ちょっと待って、払いがなんか。してつかめれない？ジョジョカコーヒーメビエンベニーノ。
あ、これじゃあちょっと字が入りきらない。字のバランス悪かった。1枚目で、自分の名前書いてみる。キララクララって書いてみます。あっ、とペドロアルビヒニ、ペドロ・アルビヒリ、ムツシマス・グラシアス・パル・ウニルセ・ヌエストラ・メンブレシア・ナイト・ランゴー、ありがとう。あ、そうそう、そういえば、メンバーシップの説明を私、英語とスペイン語に書き換えたんだよね。メンバーシップの説明、多分みんなにとってわかりやすくなったと思うから、見てみて。ちょっと待ってね。わちゃちゃわちゃちゃしてんの今。めっちゃわちゃちゃわちゃちゃしてんやんか。エルデストコン姫、エルビンコン姫、挨拶できてない人いないかな。タイエル・アストラ・コン姫、パブロ・ロメロ・コン姫、ロコベックス・コン姫、エディ・コン姫、レオ・コン姫、ベンベニーノ、ごめんね、挨拶遅くなった。ペルドン、ポルガル、サルド、タルリオ。では、自分の名前を書いて、もうちょっと練習します。
ちょっと下げようかな。60ぐらいかな。よし、じゃあリクエストに答えていきます。最初にイサークがサッカーって言ってたんだよね。で、サッカーは漢字で書くと蹴る玉って書くんだよね。こう蹴る玉っていうのを漢字で書くと、で次サッカー、サッカー難しいな。場所悪い。場所だけ移動させて。これで、週休と書いてサッカーです。ナッツス、ムチャスグラシアスパールツアポジョ、ありがとう。でサッカー、サッカーを漢字で書くとこうなります。週休、ちょっと筆変えてみようかな。これだとマジックっぽくなっちゃうかな。あ、でもこっちの方が書きやすいな。じゃあ次のリクエストは新しい筆で書きます。ベジャ、資源って不安さ、ベジャ、ベジャはどう訳そうかな。B にしようかな。美しいになるから B で、ビって書こう。これなんか筆汚いな、汚い、滑らかだったらどうなの。あー汚い。結局さっきの筆に戻った。書き直し。書き直し。ベジャ、ベジャでした。ベジャ。太すぎて見えないけど、これベジャです。
と、では。お？あ、これは説明してくれてるやつかな。つばき。ヘルドッグつばき。キーボードが遠い。よいしょ。つばき。つばきって、お花のつばきのことなのかな？ヘルドッグの言ってるつばきが、お花のつばきならば、こんな字。最後に位置をずらす。つばきです。ヘルドッグ今いないみたい。リクエストしていなくなる。じゃあ次。いなくなっちゃったね。リクエストされていなくなられるのすげえ悲しい。シゲンテ、イルビン、デュルセ。デュルセ、どう書こう。デュルセ、デュルセ。どう略そうかな。甘いなんだけど。デュルセ。ためらった。甘い。デュルセ。デュルセ。甘い。甘いです。エスペランサ？シゲテ、アレハンドロ、エスペランサ。なるほど。希望だね。希望。パチパチありがとう。グラシアスパルススアプランソス。じゃあ、これ今、100パンになった。
書道なのにやり直しって書くってずっこくない？希望、エスペランサ、エスペランサです。希望、字のバランス悪い。だいたい一文字目ででかく書いちゃう。サルビータ、すごい。資源ってフランシスクス物理学。物理の先生だもんね。じゃあ物理学書きます。グラシスプルシスプランソス。物理学3文字だからな。でかくならないようにしないと。字が不安になった。合ってる、合ってる。日本語不安になった。うち、に、ああ、に、ああ、ダメ、書き直す、書き直す。バランス悪い。物理学。ラヘル、カン姫、ビエンベニーダー。物理学。ぜひハッシュタグでツイートしてください。デナーダフランシスクス、グラシアスアティタビエン。ちょっとこっちで書かないといけないかな。こっち、こっちで書いとく。いや、書きにくい。資源って、あ、エルヴィン、パッション。お、ゆいゆいさん、かんひめ、はじめまして、来てくれてありがとう。
ました。おめでとうございます。今クリップスタジオペイントプロで書道のようなものをしています。あ、セバスチャンカビーです。コーヒーメビアンベニード。シーレンテエルヴィンのパシオン、情熱、情熱か、ちょっと熱が難しいね。ちょっとバランス見るために練習するな。こんなバランスか。なんかこれの方が情熱っぽくなっちゃった。じゃあそれを綺麗に、どっちが綺麗かは分からんよな。場所ずらそう。はい、パシオン、純烈できました。あ、ラシエル、コーヒーメビンベニード。はい、液タブで書いてます。シーレンテ、ごまもん。アマブリダッド。アマブリダッド。アマブリダッド、どう言おうかな。好意、懇意、親切。ちょっと待って。こういう時はディープエールよりも、Google 翻訳くんの方が。親切かな。グラシアスパルシスアプラソス。シゲテ、ゴマモンのアマブロルダ。親切って書きます。親切、アマブリダッド。親切。もうちょっと太くで書いてもよかった。シーレンテ、アレハンドロ、シエロ。これ天国でいいかな。空。で、空という意味で言うか、天国という意味で言うか、空にしようかな。うん、ごめんもん、グラシアスアティタビアン。じゃあ、空で。一文字だから、ここで大きく。わあ。
空。空です。シエロ、シエロ。グラシアスパルシスアプランソス。資源ってジョン・シルバー、フォルタレサ、フォルタレサ、ちょっとうまく翻訳できない。つ、んー、要塞、城壁、砦、強さ。あ、フォルタレサ。みんなのリクエストは、チャット欄の履歴で見てもらうしかないんだけれども、リクエストを送るときは、チャットで大文字のオーダーをつけてもらったら、リクエストできるようになります。ジョン、フォルタレサ、これどう書けばいい？要塞、城壁、砦、強さ、いろいろ意味がある。フォルタレサ難しいよ、フォルタレサ。どう訳せばいい？フォルタレサ、そうだな、強さ、強さでいいのかな。あれかな、形容詞で書くんじゃなくて名詞で書いてもらう方がいい。形容詞で書くとね、いろんな意味が出ちゃう。ビルドカルリナルケコフィエレバロルパラソポルタルラアドベルシダイレシスティルロスペリグロス。逆境に耐え危険に立ち向かう勇気を授ける屈強の徳。そうだな、そうだな。トシーさん、明けおめ来てくれてありがとう。高評価ありがとう。じゃあ強さで。強い、強さみたいな。シャーは入れなかったけど。中村製作所さん、コーヒー名来てくれてありがとう。はい、パソコンの液タブでクリップスタジオペイントというのを使ってやってます。はじめ iPad の書道のアプリでやろうと思ったんだけど、iPad がうまく反応してくれなくって急遽クリスタに変えました。資源って一サーク、レアルタード、忠誠心。じゃあ忠誠だな、忠誠。達筆ありがとう。これはね、クリスタがうまいこと、そのお絵かきソフトがうまいこと、綺麗な字に変えてくれてます。中性。あ、グラシアスポルシスアプランソス。レアルタ、中性。
ちょっとバランス悪かった。レアルタッチ、中性。中性です。レアルタッチ。難しいね。性の字が難しいよね。イサック・グラシアス・アット・トンビアン。シゲテ・イルビン。インスピレーション。インスピレーションか。インスピレーションどう翻訳しようかな。インスピレーション。インスピレーションって日本語でもインスピレーションって言うんやんか。なんか言い換え。言い換え。ひらめきとか直感とか、じゃあ、インスピレーションを受けるだったら、触発になるんだよね。直感かな。シーレでインスピレーション。インスピレーション。ダメだ、ちょっとバランスが、場所が。あ場所悪い修正、場所修正。直感、インスピレーション。あ、音聞こえるんだ。本当？じゃあ鼻息も聞こえてるよね。そんなに聞こえるんだ。いてぶつかった。グラシアスプリスサンプランサース。シーゲンテアルベルト・レベルレイナ・セレスティアル。どう加工それ。どう書く？天井の女王。レナセレスティアル。どう書こう。そうだな、セレスティアル、セレスティアルだけで言ったら。天の女王かな。セレスティアル、セレスティアル。そうね。ジョーカーコーヒーメビエンベニード。ちょっと待って。なんか、
言い換えれないかなと思って探してるんだけど、セレスティアル、天国のような神々しい、絶妙な、こよなく美しい、素晴らしい、天空、天国、天上界。どう言おうかな。ヘルドック、リクエストしていなくなるのやめてくんない？天の長って書こうか、じゃあ。ちょっとバランス把握するために。このぐらい。バランスが悪い。レイナセレスティアル。レイナセレスティアル、天の女王っていう風に書きました。サルビート。なになに？クラリタラスパラブラスケテエスタモスピディエンドソディフィシエルスオトジョティエネスプラクティカ。漢字難しいですか？それともあらかじめ練習しているの？日本語だから普通に書くのは今まで何回も書いてきた字だから、ただ筆っていうかこういう書体で書くことはあんまりないね。クララ、そうだな、普段はさ、そんな字書かないけど、ほら、よくみんなにさ、書くときは、カリグラフィーしたりするじゃん。こういう、こういう。こういうカリグラフィーみたいな。こういうのも普段は書かない。書かないです。普段普通の字で、っていうか字書かないよね。字全然書かないんだけど。いつももうパソコンかスマホだから字書かないんだけど。アスリートルフォックスボールやコーヒメビエンベニード。普段書くとしたらそうかな。こんにちは。
ララ。でしょ。こんな字。何も考えなかったら、こんな字になります。じゃあ続き書いていきます。油草か、法要だね。シゲテダニエルノバ法要は、要の字が難しそう。ちょっと書く練習させて。こうでしょ。え、要が、これで法要、油草だから、これで書き直します。ああ、間違えた。うん、止まっちゃった。でロスドクトラスポケノセエンティエンデケエスクリベラスレクレセタスメディカス。あの、お医者さんの各自が汚くって処方箋読む人が理解できないっていうの、それ世界的あるあるなんだね。日本でもお医者さんが書いてる字はとても読みにくい字だから、でも今日本のお医者さんは多分もう問診しながらそのままパソコンに入力する。パソコンに入力してるから字書かないと思うよ、お医者さんも。ダニエル・ノバの油草でした。シゲテ、ああ、一作ファミリア、家族。みんな、あの、クララが書いてるの気に入ったらスクショしてツイートしてくれると嬉しいです。ああ、ガママングラシアスプルツイテアルミスキャプテラス。ありがとう。レツイテアル。フアンサー、グラシアスプルツイテアルミスキャプテラス。ありがとう。あ、イサク、グラシアスプルツイテアルミスキャプテラス。あは、ごまもんいっぱいしてくれてる。グラシアスごまもん。レツイテアル、レツイテアル。シゲテ、家族、ファミリア。お、ダメだ、ダメだ、ダメだ、書き直し。
ダメ。え、結構家っていう字うまく書けないんだけど。家っていう字うまく書けない。家っていう字バランス難しいね。嘘、家めっちゃ綺麗に書けない。嘘、家が書けない。家庭運なし子だから家っていう漢字書けないんだけど。バランス難しい。家上をでっかくしすぎてんのかな、クララ。ファミリア、ファミリア。難しかったこの字。なんだろう、精神が反発しててうまく書けない。シレテヘルドッグ、エスピリト、精神。あー、でもこれ魂って書いた方がいいかな。魂かもな。パチパチありがとう。グラシアスパルスサプラソス。シゲテ、エスピリト。スピリットみたいな感じだもんね。エスピリット、エスピリット、シネテアレハンドロ。プリンセス。じゃあ次、姫。ここの女のところの払いがでかすぎた。あ、ダニエルノバ、エンジェノ、グラシアスポルベニール、クイダテ。ダニエルはいつも寝るのが早い。パン屋さんなのかな。お豆腐屋さんかパン屋さんなのかな。シゲンテ
悪魔って字ちょっと難しいんだよね。あ、しまった。悪がでかすぎて魔を書くところがない。悪がでかすぎる。悪魔姫キララクララだよ。悪魔ディアブロデモニオプリンセスデモニオデモニオ悪魔できた。プレシスプリンセスプリンセスシレテイサーク。ドルミールそれ割と字難しいんやで。ドルミール睡眠じゃあ行くぞ。つい、あー、ちょっとバランス悪いディスニー。つい。あ、エレバート出れちゃったか。姫ビリビリだ。エンパティア、エン
gracias a ti también, mamá. Siguiente. Oh, Alejandro Lluvia. Ame. Ame. ¿Te gustó Lluvia? あ、書き直す、書き直す。シゲンテイルビンペロお正月に書き初めするときって何でも書くわけじゃなくって何でも書くわけじゃなくって、なんていうかな、ほら一年の抱負とか、あとそうだな、犬ってお前これ印刷して部屋に飾っとけよ。犬、あーちょっとバランス悪い。ペロ、ペロ、犬でした。一作振るよ寒い、思いついたこと何でも言ってんじゃねえよ。リクエストは消化しました。アパパチョさっき書いたよ。油そとアパパチョ一緒でしょ。さっきアパパチョは書きました。サラビータ、うん、うんうん、そうだな、涙、涙、涙とは、涙とはクリスマスやからな。カタカナやけど、カタカナで書こうか。あ、じゃあ漢字で
って書けばいいんだ。あ、ごめんまん、グラシアスポルトゥイテアルミスキャプテラス、ありがとう。セイヤって書くわ。聖なる夜やからな。きよし、この夜、星は光。ほほ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 ほでかすぎた。でかい、でかい。歌い終わるまでに書ききれへんかった。お正月とか新年とか全く書いてない。じゃあアーニョのエボ。新年、新年、深夜じゃなくて新年。新年ってヘルドッグ、ジュラスのメロコトン、桃？メロコトンケース？あ、メロコトンも桃のことなんだ。クアドグリスタスです。うん、グリス、グリタスです。クリスマス。桃、桃、ポルケ、ジュラスの桃。書き初めで書く字じゃねえ。シゲテイルビン、エテルノ。はあ、エテルノ、永遠って書こうかな。じゃあエテルノ、不変、永遠。エデュアルド、コーヒメ、ベンベニーダん。
AM。 ところでクララは永遠の22歳やで。資源って、あ、ミスターとさっき書いた。ミスターとさっき書いたよね。アミスターと書いたと思ったけど書いてなかった。ペルドン。シゲでアミスター友情。あれ？書いた気するんだけど。情っていう字、今日初めてじゃない。あ、情熱って書いたからか。あ、ミスター。ではでは。シゲテ・フランシスクス、マテマティカ、数学。ロボデルス、カイヒメ、ムチョグスタ、ベアベニーダー。数学、書きます。は数学と物理両方教えてんの？うん。もうちょっと太い字で書いたらよかった。うん。グラシアスパルスツアプラソス。パルケペリグロ。ビクトールコーヒーメビアベニーダー。危険危険ペリグロ。新年の希望を持って書けるような言葉がいいな。
イグロデテクティブとキラタネスプロテハンアズストラプリンセサネガティブな感じじゃなくポジティブな感じでいきましょうあ、ゆいゆいさんは難しい字、これなんて読むの？これなんて読むんだろう。円目閉じって読むの？へえ、どういう意味？円目閉じ、よく見える目とよく聞こえる耳っていう意味なんだ。へえ。じゃあ次それ。あ、ごめんごめん。アレハンドロがあった。アレハンドロ、それはダメだ。モデレーターはオーダーの中身をチェックしてください。書き初めっていうのはお正月に初めてする書道のことを言うんだけれども、その年に、良いことが起きるようにとか、抱負とかそういう希望を持って書くものです。私にここで遊びで書かせるのではなくて、そういう、困っちゃうからやめて、マジで。では次、この飛びっていう字、初めて書くかも。ちょっと練習。これは4字だから2行で書こうかな。で、チャットのルールも必ず読むようにしてください。チャットのルールを読んでからチャットに書き込むようにしてください。この字難しいな。バランス難しいな。円目閉じって言うんだね。
うさぎの耳。うさぎ年だもんね。マイク近すぎた。おおおお。ふふ。太さが。あれ？あれ？なんでこんな薄くなってんの？私なんかペンが、あ、あれ？あれ？あれ？なめらか線がペンじゃなくて、あれ？筆ペン消えちゃった。編集取り消し、え？あれ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 ？筆ペン、おりょ？おりょ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 ？あれ？あたし今なんかやっちゃったみたい。あれ？今まで使ってた。情報が消えた。なんでなんで。丸ペンじゃないんだよ。あ、わかったわかったわかった。あ、あ、切り替わってた。切り替わってた。あったあったあった。字書いてる途中にペンなくなるとか。うさぎの、あ、うさぎだけなんかでかくなっちゃった。耳、へえ、とじ、え、な、なんだっけ。演目とじ、演目とじ、難しかった。演目とじでした。資源って、ファンサ、エデュカーダ。エデュカーダ、学のあるってなっちゃうな。グラシアスプルスサプランサス。エデュカーダ。なんか他に言い方ない？こっちだとなんか。これ何？動詞？え？学のあるとか教育を受けたとかになっちゃって、なんかちょっとうまいこと翻訳できないんだよね。え、クラリタエハポンケタンインポルタンテエステネロウナブエナカリグラフィア。日本では書道がいかに重要か、学校で必ず習います。学校で、小学生のうちだけじゃなくて中学生でもやったっけな。必ず授業でやります。で、大人になってそのままやり続ける人もいるけれども、ほとんどの人が書道はしなくなるよね。でも、お葬式とか、あと、お年玉とか、要所要所で、筆で字を書くことがあります。便利なものがあって、筆ペンっていうものがあるから、書道の道具用意しなくても簡単に書けるんだけど、でも、筆で字を書くことに慣れておかないと、綺麗に書けなくて、ちょっと恥ずかしい思いをしちゃうと思う。
ファンさん、このエドカーダ言い換えてくんない？違う言い方で言ってほしい。サルビータ。エドカーダ。違う言い方じゃないと、なんて書いていいかわかんないや。本さ書き直してもう一回オーダーで流してください。先に違う人のやっときます。シゲテ、エロディスト、バレンティア、勇気でいいかな。力がでかさかった。勇気。バレンティア。シーレンテ、イルビン、エナムラード、じゃあ濃いかな。濃い。あ、なんか上が変。上が変だから書き直すわ。来い。え、なんかバランス悪い。エナムワード、アモールは別、アモールは恋じゃないよ。アモールは愛だよ。今オーダーにないけど、アモール書くよ。アモールの場合は恋とは書かない。書ききれん。アモール、アイ、アルマール、ホルケワッタ、トライピ、コーヒメ、ビエンベニーノ。ポールついてるミスキャプトレス、ありがとう。
こんばんは、グラシアスポルツテルミスキャプチュアル。キャプチュラス。リツイテアル、リツイテアル。レツイテアル。リって言っちゃう。レツイテアル。めっちゃレトイテアールしてる。めっちゃレトイテアール。スーパーレトイテアール。あ、603、コーヒー名来てくれてありがとう。グラディタッチがステアベルアエロアニメバラカモン。生徒型で運カリグラフプロフェッショナル。あ、知らない。バラカモンっていうアニメはプロの書道家の話。へえ、知らなかった。見たことないです。資源って。アルベルト・リベル、アマダ・プリンセス。あーい、どう書こうかな、それ。アマダ・プリンセス愛しの姫だよね。あ、ずれた。ダメダメダメ、バランス悪い、脳になっちゃう。あ、誰かが、脳がでかい。あ、フアンサだ。フアンサコーヒーしてくれた。ありがとう。見よ。今見よ。コーヒー。あ、いっぱいしてくれてる。アニモクラリタベジャーシゲエスフォルサンドでエントゥスプロジェクトスイケテバジャームイビエンエンエンステヌエボアニョ。わあ、嬉しい。フアンサムチアスグラシ、あ、ひらがなになっちゃった。ムチアスグラシアスフォルトゥムチョエンポジョハート。テカオマチョ。センド。フランサー、ムチャスグラシアスパルトゥーアンパジョエンコフィー。ありがとう。嬉しい。シゲって。コフィーとかね、ストリームラブスでドネートしてもらえるのは本当嬉しい。なぜならね、その、YouTube が、いっぱい、YouTube とか、その、Apple とか Google とかに、
中抜きされちゃうっていうのもあるんだけど、受け取れるのが早い。スパチャだと受け取れるのが1ヶ月半ぐらい後になる。毎月締め日があって、そこから支払われるんだよね。でも、コフィーとか、ストリームラブスだと、その日のうちにペイパル入金されるので、お金すぐ使えるんです。だから、すぐお金届くし、で、ほとんどのお金が届くし、とっても嬉しい。アンヘルデルアンヘルコヒメビエンベニーダーシネでゴマモン楽観主義オプティミスモ楽天主義どう書こうかな。オプティミスモ。オプティミスモは、どう翻訳するのがいいかな。楽観。楽観。かな。じゃあ、楽観で書きます。あ、お腹鳴った。楽観、オプティミスモ。クララにない要素だね。クララめっちゃネガティブやから。コララが書きたいことなんだったかな。グラシアスパルスアプラウソースじゃあそろそろ終わりにするかな。最後はあ、イサークセレブラシオン。じゃあお祝いだね。祝賀って書こうかな。最後は、もうみんなの名前を書いていこうと思います。あ、マイネームじゃない。最後は、あなたたちの名前を書こうと思います。なんで、なんで、あなたたちの名前って言ってんのに、なんでミノンブレになんだろう。トゥースノンブレス。私の名前じゃないよ。名前を書いてほしい人はオーダーで発言しておいてください。そしたら最後に書いていきます。そうそうそう。あなたたちの。最後に祝賀って書きます。ああ、字でかすぎた。
シュク。セレブラシオン、祝賀。祝賀です。ジェブスコーヒーメビエンベニード。はい、では最初、イルビン。いうあ、これもっともうギュッと詰めよう。いうあー太すぎた。イルビン。イルビン。あ、ごまもん、グラシアスポルツイテールミスキャプトラス、ありがとう。あ、ゆいゆいさん、ありがとう。素晴らしいうさぎ年になりますように。あれ、ゆいゆいさんはどこの国の人？ NT ドル？クララ、日本の人なんかと思ってた。ってどこの国？台湾？あ、台湾の人なんだ。ニュータイワンドルのことか、 NT ドルって。あ、知らなかった。日本の人かと思ってた。ゆいゆいさん、スパチャどうもありがとう。日本語上手だから日本の人かと思ってた。全然気づかなかった。イルビンの次、イサーク。イサーク。シゲテ、ジョン・シルファー。さすがに一行で書くのは無理かな。
ルバーキャンシルバーシゲでごまもんあとでディスコードに画像を置いとくね。ごまもん。ふん。リクエストは以上かな。ありがとう。全部書いたやつ全部をサーバーに置いたらえらいことにならない？あ、こう。こう今何でしてくれたの？ストリームラブスかな。あ、ストリームラブスでしてくれてる。こう、ムチュアスグラシアスポルトゥアパジョエストリームラブス、ありがとう。イエイ。こう、お正月お休みできてんのかな。年末にもう働きたくないって言ってたけど。じゃあ今日はそろそろ終わりにしまーす。そして、明日はですね。あ、ジェブス。マリマル？マリマルけ、え？マリマルって何？ケースマリマル？え？こっちで、あ、名前か。あははははは。ありがとう。知らない言葉だ。翻訳できないと思った。ペルドン。ま、に、まあ、ちょ、マリマル。で、今日書いたやつは全部サーバーに置くようにします。メインカタリアケでハゴスメグスター。イウンコメンタリオエエステビデオ。También puedes seguirnos en las redes sociales y unirte al servidor de Discord siguiendo el enlace que aparece en la sección de resumen del video. Muchas gracias por tu apoyo. Hasta mañana, Atsuhime. またね。バイバーイ。